受験生の皆さん、こんにちは。河野塾イズム塾長の河野玄斗です。いよいよ入試が目前に迫ってまいりました。受験生のみんなには後悔しないようぜひ実力を出し切ってほしいので、毎年伝えていることでありますが、入試前日と当日の過ごし方、そして試験中の注意点について話していきます。まず入試前日に必ずしてほしいことなんですけど、それは国語と英語の文章を最低一つは読むこと。まあ多くの方は直前期には理科とか社会を詰め込んだり、数学の解法をね確認したりと、とにかくね国語を後回しにしてると思うんですよ。ただですね、国語は文章を読むことへの慣れだったり、あとはね気持ちの持ちようだったり、本当にちょっとしたことで点数が大きく変わってくる科目なんですよ。なのでその国語のねブレやすい点数の波のなるべく一番上の方を取れるように、まあ最低1個は文章を読んで、あ文章の読み方ってこんな感じだったなっていうのを確認してみてください。これは英語についても同様です。次にやってほしいことなんですけど、今あなたが思い浮かべる、あーこれ出たら嫌だなっていう一番大きな悩みの種をしっかりと潰してください。まあこれはですね、苦手分野の方が伸びしろが大きいっていう理由もあるんですけど、学力を伸ばして点数も伸ばすという理由よりかは自分のメンタルの問題ですね。自分に自信を持って試験に臨めるためにしっかりとね弱点を克服してほしいと思います。ただですね、一個ね悩みの種を潰したとしても、あーこれも出たら嫌だな、これも弱点だなっていう風に次々と悩みの種は出てくると思いますが、それはもう気にしないでください。だって苦手分野のね一番下を潰しても、そのね次の苦手分野があって、それを潰してもまたね一番下の苦手分野が出てきてって終わるわけないんですよ。別に試験作る人もあなたの弱点を知ってるわけじゃないですし、あなたのね苦手分野ワースト3を全部出してやろうみたいな意地悪するわけないじゃないですか。だからこそしっかりと自信を持って、もし仮にね苦手分野が出てきてしまったとしたらどういう風に対応していくかのイメージトレーニングをしてみてください。あとは今までやってきたことを思い出しながらゆっくり休みを取って、そして周りの人への感謝を忘れずに自信をつけてほしいなと思います。次に受験当日の話なんですけど、おそらく皆さん緊張すると思います。でも安心してください。緊張はあなたの強い味方です。実は適度な緊張はパフォーマンスを高めてくれるっていうことが研究で示されているので、緊張してしまったとしても慌てずに、むしろお、緊張してきた、ラッキー、これで実力が出し切れるぞっていう風にもうニヤニヤしてほしいと思います。あと一つね、当日の注意点として、ゆっくり解きすぎないっていうのがあるんですね。これ実はあるあるなんですけど、試験本番だから慌てないようにしなきゃとか、ケアレスミスねなくさなきゃっていう気持ちで一個一個、例えば計算とかここ間違えてないかなっていう風に丁寧に解きすぎてしまった結果、時間が足りなくなってしまうってことがあるんですよ。試験本番といえども、今までやってきた通りに、模試でやってきた通りに、しっかりと実力を出し切ってほしいと思います。逆にね、自分の実力を出し切れれば、あなたなら大丈夫です。ということで、すべての受験生が悔いのないよう、自信を持って全力を出し切れることを願っています。頑張れ、君なら絶対できる。能登半島の大地震で被災された皆様、心よりお見舞い申し上げます。今回の地震で参考書や学習環境を失ってしまった方も多いと聞いています。河野塾イズムは意欲のある方全員に最高の学びを届ける予備校です。私たちにできることを考えまして、今回石川県、富山県、新潟県をお住まいの皆さんに徹底基礎講座数一 A を無料で提供させていただきます。詳細は概要欄からご確認ください。私たちの講座が少しでも勉強の支えとなり、復興への一助となりますことを、河野塾イズム一同心よりお祈り申し上げます。